皆さん、こんにちは。フィガロ編集部のラサです。今日は平野由紀子さんに季節のお料理レッスンをしていただきます。こんにちは。料理家の平野由紀子です。今日はプティサレとレンズ豆の煮込みを作ります。プティサレ、うん、そう、もう本当にね、フランスのオーベルニュ地方のもう代表的な、地方料理、家庭料理ですね。うんうん、でプティサレっていうのは、そうね、ちっちゃくこうお塩したっていう風なね、直訳するとそんなことだけど、塩水とか 塩にね漬け込んだ豚肉のことです。あ、うん、でフランスだと豚肉屋さんとかシャルキュトリー、豚肉加工品店で、売ってるのね。マルシェとかでも売ってるんだけど、うん、で今日は、ね、お塩とお砂糖に漬け込んで、プティサレを作ります。材料の紹介ですね。豚肉ですね。今日は肩ロースにしました。豚バラ肉でもいいです。はい、ちょっと煮込むので、ね、肩肉とかバラ肉がいいかな。で、ハーブと、ローリエ、それから、お塩と、それからお砂糖で一晩漬け込みますね。二晩ぐらい漬け込んでもいいです。はい、まあ、時間なかったら6時間ぐらいでもいいけど、まあ、一晩置いた方がやっぱりね、余分な水分が抜けるし、お肉の旨味が出ますね、っていう、まあ、塩漬け豚です。でそれから、ね、レンズ豆ですね。はい、うん、これはね、緑のレンズ豆ですね。そうで、これはピュイサンっていうね、ピュイっていうオーベルニュの地名なのね。で、それが、まあ、レンズ豆の中では、産地なんだけど最高って言われてます。そうそう、まあね、京都の丹波の黒豆が最高みたいな、そういう感じですね。でそれから香味野菜で玉ねぎ、人参、セロリですね。はい、あと、まあ、塩コショウ、そんな感じです。じゃあ勝負ね、プティサレ作りましょうかね。はい、じゃあロサにしますか。はいはい、ね、お塩とそれからね、お砂糖がちょっと入ってると旨味が出るのね。でこれをまあ全体にこすりつけて、それで冷蔵庫に入れるだけ。まあちょっとやってみようか。はい、じゃあこの上に、そう、全部うん、結構だから多めです。はい、そうそう、でまあ塩漬けだからね。で砂糖、砂糖も、はい、結構全体に、はい、はい、塩がたっぷりだからこれで、水分が抜けてね、旨味も増します。はい、大丈夫。はい、でそしたら、まあ、保存袋かなんかにね、はい、入れときましょう。はい、はい、であればですけど、まあ、一緒に煮込むのでローリエとか、ね、ローズマリーとかドライハーブでもいいですよ。はい、でこれで冷蔵庫に入れて、ね、二晩でもいいです。置いておきましょう。はい、野菜を刻みますね。まあ、5ミリ、7ミリ角ぐらいかな。そのぐらいの、はい、粗みじん切りぐらいに、切ります。で、セロリ、人参、玉ねぎですね。人参は皮付きのまんま、みじん切りにしてます。はい、でね、今日はね、そのピュイサンのレンズ豆使ってますけど、そう、これはね、緑のレンズ豆なんですけど、そう、普通に日本でスーパーに売ってるのは茶色とかオレンジですね。大体そう、でカレーに使ったりするのオレンジとかで、まあ、茶色のものとこれは同じに使っていいです。でね、まあ、どのレンズ豆も普通はお豆って一晩お水に浸すんだよね。そうそうそう、で、それがね、ないの、レンズ豆は。そう、あんな、で、なんでレンズ豆っていうかっていうと、こうね、このちっちゃいね、はい、あのレンズの形してて、そう、あの平べったくて薄いので、一晩お水につける必要もありません。はい、で、このね、緑のものが手に入らなければ茶色でもいいけど、まあ、今ね、お取り寄せとかでも、あと、まあ、フランスの食材を扱っているお店だと、ね、売ってるので、これ使っていただくと、味が1ランクも2ランクもアップします。はい、レンズ豆を一回ね、茹でこぼします。これね、普通はあんまりしないんだけど、ちょっとね、緑のレンズ豆だけアクがちょっと強いのね。なので、そう、茶色いレンズ豆とか、オレンジのレンズ豆のものは必要ないし、まあ、これもお料理する場合によっては必要ないんだけど、ちょっとね、アクが強いので茹でこぼししますね。お水に入れて沸騰したらざっと、はい、お水捨てるっていう、それだけね。はい、はい、じゃあそしたら一回ね、はい、こんなに緑の
レンズ豆は香りも強くてね、あのスパイシーな味もあるんだけど、うん、ちょっとその分ね、ほらこれだけちょっとアクがあるので、まあ一回ちょっとねアク取った方が美味しいかな。はい、でこれが、一晩漬けておいた塩漬け豚ですね、プティサレ。ローズマリーとローリエと一緒に漬けました。でこれをね、茹でていきますね。あとかぶるぐらいのねお水を入れて、でそれで、はい、沸騰するまでは中火ね。で沸騰したら弱火にして1時間ぐらい柔らかく入れます。玉ねぎ、セロリ、人参をね炒めていきます。もうこれでねとっても塩豚の美味しいスープになってますね。ここにねキャベツ加えたり白菜加えたりしても美味しいけどね、この美味しいスープでこの後レンズ豆を炊いていきます。はい、じゃあ、ね野菜がしんなりしたらさっきのねゆでこぼししたレンズ豆を加えますね。はい、そしてこのねお肉のゆで汁ね、はい、この美味しいスープで炊いていきます。あとねお肉も加えますね。はい、でね、ゆで汁を加えますね。でこうね、レンズ豆がたっぷり浸るぐらいで、だいたいまあ3カップ半ぐらいかな、そのぐらいが目安ですね。はい、ひたひたよりちょっとね多めのあのお豆水を吸うので、はい、まあだいたいさっきの茹で汁全部使うぐらいかな、3カップ半ぐらいを 目安にしてください。はい、20分ぐらいかな、はい、20分か25分ぐらいで、で、レンズ豆ね柔らかくなるので、はい、もうねでこれでできます。はい、あの豚肉のね、塩漬け豚の塩味があるのでここではお塩加えてないですね。はい、でこれでねお豆が柔らかくなったら出来上がりです。ちょっとね食べてみてね。はい、じゃあ盛り付けますね。はい、出来上がり。はい、じゃあいただきましょうか。ボナペティ。ボナペティ。すごく似合いますね、肉とレンズ豆。もうね、ザ・ビストロの味って感じよね。何もね、そう、塩だけだけどね、すごくね、スパイシーだし、奥深い味するわよね。